西郷隆盛は1827年に誕生。1864年に大久保利道と薩摩藩の実権を握り、薩長連合を結びます。1867年、旧幕府軍との戦い、母親戦争が始まり、西郷は新政府軍の司令官として戦います。新政府軍はこの戦いに勝利。明治政府となって改革を進めます。しかし、急な改革は、 武士の仕事を奪ってしまい西郷の下に不満の声が集まります不満を解消するため西郷は政官論を主張しますが新政府は却下武士の不満が高まりますこうして西郷は武士の不満に応えるため西南戦争を起こし戦いに敗れ亡くなりました